はい、どうも皆さんこんにちは、ミザです。本日はですね、技巧確定編成ということで、まあ、やっぱりね、強いっすわ。マグナ編成の中でもやっぱ技巧確定ですね。もうバルナももちろん強い、いやむしろバルナの方が強いのはもちろんなんですが、まあ、こちらのねオールドオベロン採用型の、マグナフルオート編成やっぱり盤石だったということで、集めんのおすすめしたよね。俺なんか次の古戦場にはみたいな感じで、前回の古戦場終了時点で次の水古戦場で集めておいた方がいい装備みたいな動画の時に、オールドオベロンのクリ確定編成強いっすよっていう動画を 2,3 本出したと思うんだよな。そう、クリ確定編成はまあ扇編成とかと比べるとウホンニャラコンニョロみたいな感じで作ったんですが、いたんですが、まあちょっと今回はですね、それを実証すべく、ちょっと編成を組んでまいりました。オールドオベロンが3本プラス、こちらの冬の霜柱、師匠降臨の武器ですね。こちらの武器を組み合わせることで、クリティカル率が、98.8% ですね。リバマグリバマ、あ失礼、あらキャンディークラッシュが急にキャンディー、一度もプレイしたことがないキャンディークラッシュとかいう謎アプリが起動してしまいました。暴れてしまいました、失礼しました。ということで、まあ、今回はねそれを用いていきたいと思います。うん、 98.8% ですね。で、玄武甲椎の蛇は正直ちょっと悩んでる。ワンチャンね、俺は思ってんだけど、ワムデュスナイダリアを入れるっていうタクもありだと思いますね。正直じゃあちょっと今回これ入れてみようか。あのね、ちょっと試してたんですよ、さっき試してたんだけど、マグナ編成にワムデュスナイダリアを入れるっていうタクもある。うん、というのも、上限アップ系が必要になる。結局上限アップ武器として用いることができるんですよね。で、まあフルオートってダメージとかが稼ぎやすいんだよな。だ例えばだけど、アビリティを全部ポチってくれるから、まあ、闇属性であればそのオーキスのニアビ属性攻撃力 60%70% アップボーンみたいな、まあそういうのもフルオートでぶちかましてくれるし、今回の編成であればマスカレードですね。マスカレードの、こちらの仮面舞踏会、ターゲット中の敵に30回以上の攻撃を与えたターン終了し味方全体の攻防アップっていうのもあって、攻撃力とかをこうゴリッと上げてくれるんだよな。だからそう考えるとフルオート編成で上限が出やすい環境にある。でその上限をより伸ばすためのワムデュスナイダリアっていう考えは俺はありだと思ってて、まあ、ちょっと今回はそれを生かした感じにしていきたいと思います。まあ、水カリオストロですね。まあ、水着カリオストロってそこまでこうゴリゴリに優先度高い感じではないんですけど、まあ、クリティカル編成ということで、やっぱこういう時はね採用してあげたいということで採用してしまいました。まあ、あとは火力が高めな武器編成をゴリゴリ突っ込んで、今回は奥義オンのフルオートで採用する予定なので、メイン武器を、視点陣にしましたね。視点陣メインのマスカレードでやっていきたいと思います。召喚的こんな感じです。それじゃあ、早速やっていきましょう。対戦よろしくお願いします。通称タイヨロいきます。はい、ソシエがいるので、今回はあの主人公のアビリティにデバフを一切積んでないんだよね。今回マスカレード採用した理由としてはそう、今回マスカレード採用したのはもうソシエで両面デバフ持ってて、でリリーがデバフ持ってるじゃないですか、うん、それ考えたら分かった、じゃあもうデバフはいらないだろうと、もうこいつらがデバフを持ってる、俺はもう任せるだけやと。主人公のジョブを攻撃をゴリゴリ特化にしたことにより火力があります。いやーこれでも火力足りてねえなミザいきなり気づいたかもしれない、これ火力足りてないですね。減衰出てないね。四天楽王さん、これで連撃の確保をしつつ、おら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 と。で、まあ、ワムデュスナイダリアの理由として、ワムデュスナイダリアをマグナ編成で採用しない理由としては、まあ、ちょっといろいろあるんですけれども、ワムデュスナイダリアを採用してしまうと、通常技巧枠なんだよね、第一スキルが。で技巧枠っていろいろ枠があって、キャラクター LB クリティカル枠、通常技巧枠、方陣技巧枠、まあいろいろな数の技巧枠があるんだけど、まあ要するにワムデュスナイダリア6流武器の、水の6流武器ってバルナ編成のクリティカル枠なんですよ、少なくとも現状は。うん、そういう風に考えるとちょっと相性的に良くないよねっていう風に言われてるんですね。実際あんま良くないんだけど、なんですが、まあ、ちょっと今回は、無理やり採用しましたね。さあこのそのよだめ上昇が生きているところを見せてほしいミザでありますが、だいたい何分ぐらいかな。ちなみになんだけど、さっき普通に芝いてみた感じ、あのね、だいたいだいたいね4分ぐらいだった。だいたい4分ぐらい、タイム的には。うん、
フルオートでね、まあ、ちょっと今回は尖った編成でワムデュスナイダリア突っ込んだんだけど、ワムデュスナイダリアより火力装備の方が良かったりするんですか。ドカンとで、ここでダメ受けた後にちょうど、ソシエのニヤリが上がるんだよね。これでデバフを稼いでくれると、そうそうそう、バウンスシャッセー、ほらソシエのニヤビが発動するからデバフしっかりしてて、あ、ここ役立ってるわ。あ、カリオストロが気絶しててバウンスシャッセーで動けなくなってる。まあ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 、これはよくあることですね。いや、いいじゃないの、いいじゃないの、割と塩梅良くない、こうやって見てみたら、うん、割とこうやって見てみる塩梅がかなりいいんじゃないかなと思ってます。タイム的に早くね、今2分台よ、236万。これワムデュースナイダリア突っ込まなくてもいいかもな。ちょっと次さ、ワムデュースナイダリア引っこ抜いてみていい？引っこ抜いてさ、火力武器というかバハムートウェポンだよね。今回バハ武器抜いてるんだけど、バハ武器入れてみた方がもしかしたら強いかもしれない。おい。さあ 18% 残り。残り 18% よ。で、ここでカリオストロが3アビを2回ほど打つんだよな。カリオストロが3回打ってね、ディスラプション3回打って4回打ちましたね。かなりご褒美をいただいてしまいました。あー、でも80万出てるな。ここら辺になってくると、でもやっぱあれだね、ワムデュスナイダリアの恩恵受けてる感じがしますね。うーん、おーという感じでございました。今のでも結構タイム的には早かったんじゃない？3分29秒、結構早かったな。となると主人公のワムデュスナイダリア引っこ抜いてみて、じゃあ何を入れるかっていうと、いや、ワンチャンじゃなのか。いや、じゃって微妙な気がするんだよな。じゃとワムデュスナイダリアの火力のちょっと繊維どうなんだろう。もうなんか技巧確定からすっぽ抜けてるけどな。14万12万、いや、さすがにじゃあ技巧確定よりもじゃにしようか。じゃにしてみて、で、主人公のアビリティをリンガリングセントじゃなくて、なんかアーマーブレイク欲しいんだよな。ノンシークエンスいらんか。ノンシークエンス抜いて、ちょっと片面デバフ雨ぶれで入れとこう。ソシエが両面の攻防ダウン持ってるんだけど、デバフがちょっと欲しいなと思ったんで、ちょっともう一回これで決めさせて。これでワンチャン3分前半出るんじゃないかなって、うん、バハブキか、ワムデュスナイダリアか玄武のジャでちょっと今悩んでた、うん、こっち雨ぶれを入れてみたから、最初のデバフが足りてなかったんだよな。減衰出てなかったなって個人的に思ったんで、まあ、ちょっとこれで 雨ぶれでぶちかましてしまえばどうにかなってくれるんじゃないかなという予想。レッツゴー。おー、いいね。さっきよりダメ伸びてんじゃない。さっきよりなんかダメが、鮭すじこ、いくら、明太子。さあ、ここから奥義をかまして、四天神はやっぱ優秀だよな。なんかメインジョブで優秀なジョブが追加されたから、四天神が一周回ってなんかありなんじゃないかっていう。結構やっぱ持ってる人増えましたよね、四天神に関しても。OKOK、うん、78% これで 75% ですね。まあ、ここまでの火力があればグラビティがいらないっすよね。フルオートって、まあ、マグナ編成でフルオートって最初さ、結構グラビティ欲しがってる人多くないですか。正直俺は結構グラビティが最初装備ない時欲しいなと思ってたんだけど、まあ、マグナ編成の装備とかが極まってきたら来ると、特殊技受ける前に HP トリガーの特殊受けるから、例えばじゃあここから攻撃しますってなった時に 50% までぶっ飛ばせるんだよね。そう、 75% の特殊受けた後の 50% 特殊受けるまでに特殊技を食らう状況になくなってるから、うん、それ考えるとですね、まあ、割とこうあれだよな、グラビティがいらなくなったっていうのは、強くなってくるとこういうグラビティが不要になるっていうのもまた一つの道ではあるなっていうような感じがします。 51% さあ、ここで特殊技を受けてしまって OK よ。で、これでデバフが消えた後にソシエのニヤビが上がります。まあ、火力の調整してますね。まあ、フルオート見るのって意外と大事で、こうやってフルオートした時に、まあ、大体ね、アベレージ変わってくるんですよ。まあ、50% 超えるなーっていう後にデバフをつけられるかどうかとかが意外と大事になってくるから、まあ、そういう風に考えるとですね、フルオートを眺めるっていうのは意外と大事。さあ、ここでバウンスシャッセが遅れましたね。これ気絶状態のキャラクター中にバウンスシャッセを使うことがないから、これ割と熱いのでは。さあ、ディスラプション、これ次にバウンスシャッセ使えそうかな。
8ターン。めちゃくちゃご褒美いただいていく。センキューご褒美。ご褒美たくさんいただきましたわ。しょい。26%。シャッセーを使いたいんですけど、いかがですか。シャッセー来たー。これでシャッセーが発動しましたので、せい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 と敵にぶちかましていく。でここから奥義ゲージが5リッチョ溜まるのねんしたので、ここから奥義で締めればターン10かな、ターン10で終わるんじゃないですか。これでターン10で終わったらかっこいいよねっていう感じなんですけど、さあ終わるんでしょうか。実際世の中はそんなに甘くないのかもしれない。よだめアップの方が良くない？これこれなんかよだめアップの方が良さそうに見えんかな。こうやって見てみたらなんかもしかしてよだめアップってさ強そうに見えないですか。玄武のなんか玄武の蛇より強そうな感じしません？今ので討伐完了ですけど、タイム的には3分44秒、さっきが3分29秒でしょ。なんかワムデュスナイダリアの方が早いんだよね。なんか塩梅良かったんだよな、ワムデュスナイダリアの。ちょっともう一回やらしてや、ワムデュスナイダリア。これで、ワムデュスナイダリアもう一度、これちょっとラストでアマブレをつけたワムデュスナイダリアとい う、 もう最後の最後の試練をやらせてください。いきましょう。これでいけるはずや。これで3分台出たらあのマグナクリ確定編成にワムデュスナイダリアを入れるという行為の是非を、あ失礼、音が鳴ってしまいました。うん、そうなんですよ。ワムジュスナイダリアはねマグナ編成でも入れてもいいと思ってる。まああのぜなんだっけ、今回のなんかマグナ編成のなんか95ヘルタイム出す人でもワムジュスナイダリア入れてる方いらっしゃいましたね。まあ、特にそれで入ってるってことはフルオート編成なんてもうより入ってくるような感じがするんですけど、まあ、やっぱヨダメ上昇っていうのが強いっすよね。まあ、あのヨダメ上昇ってあの上限アップよりも使いやすいんだよな。で理由としてはその元の数字に加算してるから、上限って上限に届いてる状態の時によりそれを追加するみたいなイメージなんですよ。そうだからその例えば上限が60万ですって時は60万に突入してさらにそれがちょっとプラスって感じなんだけど、ヨダメ上昇ってダメージが40万だろうが加算5万みたいな、減衰到達してようが加算5万みたいな感じになってる。天使武器みたいな仕様になってるからダメージが安定しやすいってメリットあるんですよね。まあ、ただそのメリットを差し引いてもそのあれね、ワームデュスナイダリアを突っ込んでしまうと、それのスキルだけだから、バルナ編成だったら通常技巧に加算できるからクリ率に加算しつつもっていう動きができるんだけど、そのこっちの場合はそういう風にもいかないのでちょっと大変だよねっていう話なんだけど、 OKOK これで 50% 突入して、まあ動き的には変わんないよな。やっぱ安定してるんだよな。あのターン6の時に敵の 50% 特殊までぶち込んで、その後ソシエのニアビ、特殊技来てデバフが消えた後にソシエのニアビを使うっていうパターンを今回は組んでいますので、ただ大問題が発生しました。ソシエが気絶しましたねソシエが気絶すると今あのこのプランが全て破滅してしまいます。デバフを入れるというプランが消滅。さあデバフを入れることはできるんでしょうか。シャッセが発動しない。ご褒美だよ、ご褒美だよ、ご褒美だよ、ご褒美だよ。すごい数のご褒美が発生し、さあ気絶が復活しました。気絶が復活しデバフを入れ、これでさタイム同じぐらいだったら褒めてほしいわ。え 25% の特殊食らうでしょ。やべえ、武闘レベルが足りてないかも。武闘レベルがもしかしたら足りてないかも。四天神の奥義効果で武闘レベルを貯めるみたいなそんな感じの動きをしてたんですけれども、さあここで特殊技を食らった後に HP 回復プラス追撃が発生するのでかなり美味しいような状態になっている。うちがそばに。さあこれで
ここからね武闘レベルを10にして、ここで武闘レベル10にしてバウンスシャッセで敵をしばきましょう。よーし、鮭、スジコ、イクラ、明太子、昆布。さあここからバウンスシャッセ発動、アビリティとどめですと。さあターン的にはタイム的にはどうなる。まあしばけるわな。ちょっと気絶入っちゃったな。ちょっとなんかバウンスシャッセのタイミングが悪かったんですけど、じゃあ最後のタイムは。あでも3分38秒。なんかバウンスシャッセをなんか誰か武闘レベル10のカリオストロ、リリー、ソシエ、カリオストロ、リリーあたりが気絶してくれたら、なんか運良かったらもう10秒ぐらい20秒縮みそうですね。バウンスシャッセ適当でもいいからぶちかましてくれた方がなんか嬉しかったような気がする。うん、ということで、まあ何にせよクリ確定編成の話に戻りますわ。まああのオールドオベロンを採用していると HP が増えるからフルオート自体も安定しましたよね。まあ、前回の動画の方って HP2 万ほどだったんですけれども、どうしてもちょっとフルオート苦しかったよな、攻撃で殴られて死んじゃうよみたいなことがあったんだけど、オールドオベロンを採用して守護を持ってる HP を増やしていることによって、まあかなり武器枠的にも安定しました。バハムートウェポン入れて HP ギリギリカツカツだったのが、まあオールドオベロン、まあもちろん週末も入ってるんだけどね、週末とかオールドオベロンを入れて HP を確保してあげることでかなり安定自体もするし、まああの遊びの要素、まあ俺マスカレード使ったけど、まあそういう要素も増やせるということで、いろいろ幅が出るんじゃないかなと思っております。まあクリ確定、ほぼクリ確定のね、オールドオベロン4技巧中4本、クリ率 98.8% の編成はおもろいんじゃないかなと思うという提案でした。参考になれば幸いでございます。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。